コールドストーン北運河の夜にお越しの皆さん、こんにちは。アイドルダンスコピーサークル、せーの、ハロードールです。よろしくお願いします。まずは簡単に自己紹介をさせていただきたいと思います。はい、2期生黄色担当さやかです。よろしくお願いします。はい、4期生オレンジ担当じゅったんです。よろしくお願いします。はい、4期生アップルグリーン担当のリオです。よろしくお願いします。はい、4期生エメラルドグリーン担当のゆうちゃんです。よろしくお願いします。はい、4期生アイスブルー担当ゆきかです。よろしくお願いします。はい、4期生ダイナソーブルー担当のせいです。お願いします。5期生レコピンレッド担当のふうです。よろしくお願いします。5期生むなちゃき担当ねこママです。よろしくお願いします。はい、5期生ブロサンピンク担当まったんです。よろしくお願いします。所属しているハロープロジェクトという会社の曲を会社の楽曲をコピーしてダンスをして、それをイベントや大会で披露させていただいております。はい、そしてですね、今披露させていただいたのはジュースジュースさんの好きって言ってよという曲でした。ありがとうございます。今のようなね、大人っぽい曲からこれから可愛い曲とかもね、たくさん披露していきますので、どうぞよろしくお願いします。私たちは11月29日に、札幌で行われたユニドル2021-22ウィンター北海道予選にて優勝することができました。応援してくださった皆さん、本当にありがとうございました。はい、それでですね、優勝したということで、決勝に、今回が北海道予選だったので、次は決勝に進むことができます。決勝がですね、2月28日月曜日、東京でですね、行われます。北海道をちょっと代表して私たち行ってまいりますので、ぜひ応援よろしくお願いします。次にパフォーマンスさせていただく曲は、その北海道予選でも披露させていただいたジュースジュースさんの裸の裸の裸のキスです。それではどうぞ。
やね。はいはい、はい、先に着替えてきたんですけど、はい、今お送りした曲「裸の裸の裸のキスは」はさっきも言ってたかもしれないんですけど、大会でも披露させていただいて、すごい一番セクシーだったんですけど、どうだったでしょうかっていう質問を私がこの子にする予定だったんですけど、言っちゃいましたね。じゃあプラスでもうちょっとね感想の方聞いていきたいと思います。はい、あプラスでちょっと困ったかもしれないでプラスで、あれはなんかすごいダンスが上手い選抜メンバーみたいな、わかんないけどダンスが上手くてセクシーな選抜メンバーだったんですけど、セクシーだと思ってますか、あのメンバーのこと。え、それはさ思ってなかったらやばいやばいえ、うん、セクシーだったと思う。でも着替えてたからさ、今日見てないんですよね。そう、見てない思ったんですよ、はい、感想言うみたいになってたんですけど、あれ私たち着替えてるから見てなくない。いや、それで、この新しい衣装なんですけど、これどうですかね。なんかハロドルって実はなんかかっこいい衣装が多くて、今までさっきのもかっこいいんですけど、今回なんかこういう感じのかわいい衣装にしまして、今から全員その衣装で登場するので楽しみにしてください。喋ることがね、告知しますか。はい、はい、ここでハロドルから告知がございます。はい、来年2022年の3月14日にサウンドラブモーレさんにてハロドルセカンド公演を、セカンド単独公演を行わせていただきます。イエーイ。で、単独公演ではいろんな曲をやるんですけども、ハロドルしか出ないので、ハロドルを十分に味わえる内容となっております。じゃあね、ここでね、ほら他の人も来たので、他の人も来たので告知しちゃった。告知だけします。あ、単独について。あ、はい、単独について。はい、単独は私2期とふーちゃん4期と、あ、5期か、5期のふーちゃんと、あとオレンジ色の10単が、4年生なので最後になります。なので、いろんな方に平日なんですけども見に来ていただけると嬉しいです。チケットの詳細はまた後日、今月中には出ると思うので、SNS をチェックしていただけると嬉しいです。猫ちゃんは意気込みありますか。単独は大会とかこういうステージとかと違っていっぱい曲を覚えなきゃいけないので頑張って覚えていきたいと思います。じゃあここでね、2人にも聞きたいと思うんですけど、盛り上がらないので面白いことを言ってもらおうと思います。ね、面白い話の方がいいですよね。はい、ということでね、面白い話してもらおうと思います。単独に向けて面白く言ってください。単独に向けて面白く、暖色系がいなくなるので暖色系の方募集しております。よろしくお願いします。未来のロッキーちゃん、未来ロッキーちゃん、暖色系をよろしくお願いします。黄色と赤とオレンジが抜けちゃうので、また1年生でも2年生でも3年生でも4年生から入った子もいるので募集してます。身近になんか踊りたいとかハロプロ好きって言ってる子がいたらスカウトしてください誘ってください。お願いします。はい、じゃあそろそろ準備の方がいい感じかな。はい、はい、じゃあいい感じなので次の曲3曲連続でお届けしたいと思います。どうぞ。駅の前偶然予想君に声かけた。
みたいだけど、どんな名前だって耳に馴染んでくるものよ。ラビーユー朝のラッシュ、ラビーユー夜越し長川、ラビーユー君を探す内回り。魚はケープウェイエンジができる頃には、私を彼女にしてね。目と目合うだけじゃ
ただいま披露させていただいた曲はビヨンズ地下鉄さんで高輪ゲートウェイ駅までができる頃まで頃にはで2曲目がハロプロ研修生北海道さんで反抗期、3曲目がジュースジュースさんでジョーロでした。はい、皆さんハロードールのパフォーマンスはいかがでしたか？はい、ありがとうございます。ですね、今回でハロードールがちょっとでも気になったなっていう方がいたら、公式のツイッターとインスタグラムと YouTube チャンネルがね、新しくできましたので、そちらの方でひらがなでハロードールって検索していただけるとしていただけると出てくると思うので、チェックよろしくお願いします。では続いてが最後の曲になります。曲は椿ファクトリーさんで初恋サンライズです。以上、ハロードールでした。ありがとうございました。